第12巻741ページ。二人の歌姫、沈むのはいずれか。赤の歌姫と称されし、フィレンツァ領主フィレンツァ公爵家の霊嬢ロベリア・マリーア・デッラ・フィレンツァのターン。青の歌姫と称されし、ミラーナ領主ヴィスコンティエ公爵家の霊嬢ジュリエッタ・シモーネ・デル・ヴィスコンティエのターン。変わる変わる駒は進み、ミラーナ・エヴァネーラ・パトローノ・デル・ジュリエッタ。歌えジュリエッタ、目指す舞台はエレガンティ・エスプラトーゾ、憧れのロマン。イタリア歴312年、国王モンテフェルトラーノ4世突然の崩御、若き王太子アレッサンドロ、アレッサンドロ1世として即位、イターニア最高の歌姫を王妃として迎えるという勅令を発布。野心を抱いた地方領主モンバツ貴族、おのおのに歌姫を立て王都を目指し進撃。かけるかけるベスティア、高値で売れるなら娘でも売れ、売り値は望みうる限り高く。かけるかけるベスティア、敵を売れ味方を売れ、人の娘などそこらで売りつけてやる。吠える吠えるベスティア、侵略を図った逆賊としてデル・ヴィスコンティエ一門を処刑。ほくるほくるベスティア、逃亡を図った国賊としてデル・ヴィスコンティエ令嬢を処断。だしだめさ、お前は最高の歌姫、よく飽きもせぬものだ。私の力が及ばないだけ。全てゲームに過ぎすまなかったね。よう見落とした。せめてこの世界でも復讐するためのな。ディールを止めと追いかけるベスティア、赤い糸でたぐるマリオネッタ。青い空、青い海、飛び去りぬ白亜、沈みゆく歌姫。歌姫ジュリエッタの没後、王妃ロベリア在位わずか3年にして、長期ベアトリーチェ宰相ガレアットラの凶暴により歴史の闇に沈む。君をおごることなかれ、我ら歴史という大海に漂う小舟に過ぎる。乗車必須、沈まぬものはなし。